トサカレンカクは、チドリモクレンカク科に分類される鳥類の一種であり、アイディパラ属で唯一のレンカク類である。他のレンカク類と同じように、熱帯地域の淡水の湿地の不要性の植物に適応している。ロータスバードやリリートロッターとしても知られる。ジャコナは、ブラジル・ポルトガル語のジャスサンナの名前より、これはザ・サ・エヌエヌというように発音されるより、 カール・フォン・リンネが、偽のラテン語の綴り違いで付けられた名前である。関羽、額と首の背面が黒色で、額を覆う明るい赤色の角板を持ち、対照的に顔と、喉は白い。白色の覆面で、胸の低い位置に太い黒い帯がある。翼の下面は黒色。第一山を多いは、下を筒及び上尾筒は黒く、翼は、肺褐色。足は長く。 特に長い指を持つ。大きさは、全長がオスで二0から二十一センチメートル、メスで二十四から二十七センチメートル、翼会長は三十九から四十六センチメートル、体重は、オスで八十五グラム、メスで百四十グラムである。ボルネオ島南部、フィリピン南部、スラワシ島、モルッカ諸島、ショウスンダレット、ニューギニア島、ニューブリテン島、オーストラリア北部及び東部。 この種の生息地は、水蓮花やホテイアオイ族のような不要性植物が、豊富にあるか水面を覆っている淡水の湿地である。植生は雑食性。水面や不要植物から種や水生昆虫を探し出し、食べる。金切り声のような声で、噛んだかく泣く。土ンカクは、一切多不正である。不要植物や、中水性植物の上に軽くて、薄い巣を作り、メスは、 黒色のブチがあり、艶のある淡い褐色の卵を4つ産卵する。オスの実が放卵する。幼鳥は、創生性で、誕生後は巣をすぐに去る。ありがとうございます。